トマス・ピンクニートマス・ピンクニーはアメリカ合衆国の軍人、政治家、外交官。ピンクニーはサウスカロライナ植民地のチャールストンで誕生した。ピンクニーはイングランドのウェストミンスタースクールで学び、オックスフォード大学を卒業した。ピンクニーはその後フランス軍事大学で1年を過ごし、続いてロンドンの法学院インナーテンプルで法律を学んだ。 ピンクニーは1774年に弁護士として認可を受け、故郷チャールストンで弁護士業を開業した。ピンクニーは1775年から1781年までアメリカ独立戦争に参加した。ピンクニーは1775年に大陸軍第一連隊で公平隊員となり、1778年のフロリダでの作戦で勝者となった。 1778年から1779年までは、ベンジャミン・リンカーン将軍の下で働き、1780年からは、チャールストンの防衛に当たった。ピンクニーは、キャムデンの戦いで負傷し、イギリス軍に一時拘束された。ピンクニーは1787年から1789年まで、サウスカロライナ州知事を務めた。 ピンクニーは1788年5月にサウスカロライナ州の合衆国憲法批准会議で議長を務め、州としてアメリカ合衆国憲法を承認するかどうかを議論した。ピンクニーは1791年にサウスカロライナ州会議員を務めた。ピンクニーは1792年1月12日に中イギリス全権講師として任命された。ピンクニーは 同年8月9日にイギリス国王ジョージ三世に新任状を法定し着任した。ピンクニーは1796年7月27日に召喚されるまで中イギリス公使を務めた。ピンクニーはまた1794年11月24日に対スペイン特派施設としても任命を受け、1795年11月までスペインとの条約交渉に当たった。 ピンクニーはこの条約交渉において、スペインの大幅な情報を引き出すことに成功した。ピンクニーは北アメリカ大陸にある、スペイン領土とアメリカ合衆国領土との間の国境を明確に規定し、その上でミシシッピ側の自由航行権と加工のニューオーリンズ港の物資貯蔵権を認めさせた。 ピンクニーは1797年11月23日から1801年3月3日まで連邦会院議員を務めた。ピンクニーはウィリアム・スミスの辞任に伴う欠員重当として選任され第5回議会途中から参加した。ピンクニーは続く第6回議会にも再選した。ピンクニーは連邦会員において1798年に テネシー州選出上院議員、ウィリアム・ブラウントの弾劾手続きを運営する委員を務めた。またピンクニーは連邦党の政策を支持したが、外国人治安処方に限っては反対票を投じた。ピンクニーはフランスとの戦争は望まないと主張した。ピンクニーは1812年の米英戦争に少々として参加した。 ピンクニーは1825年から1828年までシンシナティ協会会長を務めた。1828年11月2日、ピンクニーはチャールストンにおいて死去した。ピンクニーの遺体はチャールストン市内の聖フィリップ墓地に埋葬された。トマス・ピンクニーの父親はチャールズ・ピンクニー、母親はエリザベス・ルーカスであった。 ピンクニーは1779年7月22日にエリザベス・モットと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。トマス・ピンクニー・エドワード・ラトリッチ・ピンクニー・ハリオット、ルーカス・ピンクニー・エリザベス・ブルトン・ピンクニー・レベッカ・モット、ピンクニー・フランシス・コーツ・ワース、ピンクニー・メアリー・ピンクニー・ピンクニーは1797年10月19日にフランシス・モットと結婚した。 二人の間に子供は生まれなかった。ありがとうございます。